今回は頭のいい人は短く伝えるという本をご紹介します。伝えることは仕事でも日常生活でも欠かせないスキルですが、誰もが完璧に伝えられるわけではありません。多くの人が伝え方に悩みながらも、そのスキルを向上させる機会は少ないのが現状です。さらに、伝え方に課題があっても、周囲から指摘されることはほとんどありません。自分の伝え方の課題を自覚し、改善する責任は自身にあります。著名な著者であり、頭がいい人と悪い人の話し方について研究した樋口雄一氏は、250万部以上の売り上げを記録したベストセラーで、伝えるための4行メソッドを提案しています。この手法は長年の作文と小論文の指導経験から生まれたもので、論理的に整理された4行に要約することを基盤としています。彼の定義する頭のいい人とは、情報を効果的に伝える能力を持つ人のことです。4行という制約があることで、話の骨組みが明確になり、伝えたい内容がブレることがありません。言いたいことを4行に凝縮するだけで、効果的な伝達が可能です。さらに、時間を大幅に節約できます。この4行メソッドは、ビジネス文書、メール、報告書、企画書などの仕事に応用できるだけでなく、プライベートな会話や情報の要約記憶にも役立ちます。4行メソッドを繰り返し実践することで、伝えるスキルを向上させることができると著者は言います。伝える際に不安を感じる方や説得力を高めたい方には、この本は必読です。